するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。第4局オーラスです。皆さん手牌を開けてください。ドラマ Q1 圧倒的トップ目で迎えましたこのオーラス。はい、さあ、ね、これは自ら上がれそうまとめていけそうですか。ですよね、はい、ただ下茶の親がまあ連チャンしてくることはまあ必死なんで、はい、絞ったりするかもしれないですね、状況次第では。ただ上がれそうだったらもちろん上がります。これ泣いていくところあります？いや、ないですね、今のところは。はい、はい、親がスーソーウーピンってすごいですよね、連チャンしたいはずの親なのに、はい、スーソーウーピンって言ってくるってことはマンズの本一に一気に向かってたりするか、もしくは統一手が早くて5統一あったりするかのバージョンなんですけど、やっぱ変則手なんですよね。うん、ガウピもつむぎり、まあまあまあチート1でミスったとしても本1だとしても、うん、まあこれでほとんど本1ですか。 E1 で動き出しましたね、うん、これは赤ウーピンつむぎりなんで、はい、ウーピン3ピンがあったのに E 万本なんで、そこ払って E 万本なんで、うん、まあこれはかなり本1ですかね。マンズに注意が向くわけですね。はい、僕こういうの意地悪なんで相当絞りたいですね。あと意地悪とかも自然ですけどね。他の人に、はい、あ、リャンワンが出てきた。他の人に、はい、まあ、トイトイのケースはもちろんありますけど、うん、他の人に対しては打ってもいいんですよ。あ、アントイメント神茶ですね、うん、は打っても僕トップで割れるんで、下茶の連チャンだけがなんで、下茶の安全牌だけ持っておけばいいと。急走もポンですって。なるほど。ダパーソーパーソーを持ってたってことを考えると、はい、チャンタもあるようになってきましたね。だからドラが固まっててのチャンタだと高いと。なるほど、チャンタだったりじゅんちゃんだったり、そういった端の絡むパターン、はい、トイトイ以外でも候補がありますね。だからこれ絞っていくとしたら、どうするんですか。リャンソーやイーソー切っていって、うん、タインヤオで仕掛けていくっていう手もあると思うんですけど、上の高い手に当たるのはすごくバカらしいので、はい、ここはもう受けます。パーソーは上の現物で。ああ、そうなんですね、はい、もちろんカンはしないですね。ですよね、はい、はい。パーピンボボン、これでこれでトイトイですか。チャンタやジュンちゃんも消えましたね、はい、あっという間に親が4枚になりましたね。そうですね、はい、まあ単牌1と9と8の牌だったんで、トイトイにしやすかったっていうのはありますよね。うん、あ、今ウーソー切ったのがおしゃれですね、はい、おしゃれですか。一応形は維持できるんで、はい、維持できるし勘もしないし、はい、あと絶対にトイトイに当たりませんしね。そうなんですよ、はい、勘気持ちにも当たらないので。すごい素敵なウーソー4枚持ちだったわけですね。じゃあ、はい、で今通っていく自敗を選んで切っているわけですね。そうですね、もう通るまでもう白だったり端牌系だったりション牌系も切らない。だってもう最悪白と例えばじゃあ9万のシャンポンだったら1万2000あるわけじゃないですか。嫌ですね。嫌ですよね。ですしイーソーが通った時とかに、はい、もう万が一タインヤオとかに、ね、なれるように、まあ、紙茶遠い目に当たってもいいんで、そこはケアする必要ないんで、ここに来ましたよ、このやつが、はい、うわ出てきたね。イーソー出てきました。重ねようとしたのか、うん、もしくは短期待ちだったかっていうのありますけど、イーソーってどう見えます？今出だしでしたもんね。重ねようとしてたか、うん、じゃあ今天牌が入った可能性はある、うん、短期待ちだったかのどっちかじゃないですか、はい、重ねようとしてたか短期待ちかだったかのどっちかだったんで、はい、重ねようとする牌で真ん中の牌を持ってることはないですし、うんうんうん、短期待ちで他の真ん中の牌に変えたってことはないんで、ローマンほぼほぼ通ります。うん、なんでローマン切ります、はい、
なんとかなりそうになってきましたね。通る牌はね打ちますよ。だってイーソーリアンソー通ってますしね、うん、ハクが出てかないパターンでもどうにかなりますし、もしハクが通ればね、そうなんです、自然に切れますもんね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。いやすごい読みだ。なんかパズルみたいに考えていくとやっぱ面白いですよね、今のイーソー。でも論理的で確かにそうやって考えれば通る牌ってありますね、うん、だからこの粘りがね、例えば効いてくることありますからね、白が通ってやっぱ自分の流れが拾えたとか、ほらこれでね、で今、はい、わかんないですけど、一応今って白で打ってもマックス1万2000じゃないですか。でトイトイ、はい、だったりね、はい、じゃんこれ大体1万2000打ってもまだもう一曲あるんで、もうまだまだ余裕がありますありますんで、はい、ここは自分の打点もあるんで攻めます。リーチ、すごい、この展望の余裕があるからこそ選べる選択はしっかり踏むってことですね、はい、なるほど。ここでドッポを倒す。もう名指し。ここでもうやる。いやすごい、ここでもうドッポと勝負する。ドッポ狩りに出たんですね。ドッポ狩りドッポ狩りに、あ、みんなハク持ってましたよ、見てください。もうドッポ狩り行く。狩られる可能性もあるけど。いやでも確かにこれがどうね、どうえ、かっこいいですけ ど上がりきったらね、拍手ですね。ドッポ狩りどう、ドッポ狩りがうまくいくか、それとも狩られるか。白鳥が狩られるか、トッポが狩られるかですね。やばい、荒々しくなってきて気持ち入ってきました。いやスタートの手の進行具合とお話で、ね、粘ってよかったでしょ、粘ってよかったでしょ、これ、ね、こうなったらこうなるとは思わなかったです。実際どういるんですかね。あ、でも5枚見えですか、山に残ってそうですね。声がわざわざちっちゃい。決めればその手で匠の今回をね締めることができますけれども、上がりきれるか、あと2回。最高位戦の新人の人でしょ。そうでございます、私の後輩です。山田ドッポ、はい、B2 リーグスタートスタート、はい、山田ドッポどうだ、あと、止まりましたね。ロピン出てきました。なんだよ、あれなんですかね。やめろよそういうの。長引かせるなよ。切れれば、次積もれればね、はい、はい、今トイミーの手が止まった。親の手出し入りましたからね。さすがに危ない範囲でもこの状況ならしっかり打てるというのも確認して選べる白鳥さんがかっこいいんですけど、上がりきれるか、あとロン待ちですか。あるとしたらもうすっげー見てるから。スーワンは通る。キューって出してきた。あー流局天敗。さあということで親も今回形式転敗ですが、転敗してます、はい、6球走山にね、つも山にはいませんでしたね。そうですね、はい、まあでも究極いい攻め返しはできたんじゃないですかね。いやすごい、なんかこうトンバの時のあの対応力の白鳥さんとまた違った。まあまあまあそうです ね、あの行ける時は行きたいですよね。はい、さあオーラスが続きます。この後どうなるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。次回も楽しみに。